おはようございます。朝の空気が気持ちいい季節になりました。銀座西川の食パンをいただきました。今日の朝ごはんとしたいところですが、残念なことにちょうど今僕は小麦立ちをしているので食べることができません。小麦は体の不調をもたらすという情報をよく目にするようになりましたが、まあこういう情報は人によって合う合わないがあるので、ひとまず試してみようかと思っています。トースターした時に中に火が、野菜カレー、カレーの有名なさ、はい、すいません、辛さはどうしますか？ゼロで。僕ゼロで。はい、リオともゼロですね。はい、お願いします。両方ともゼロ。お待たせしました。野菜？ビーフカレーまで。うん。美味しそうだね。これが野菜カレーと、これなんだっけ？ビーフカレー。ごちそうさまです。セラーで振り返る40年。ここは来るたびに特集が組まれてるので楽しいですね。3階の無料のように行きます。
でないね。